出しましょう。チャンピオンはスピードのある強打のサウスポーです。ジョー・カルタゲ。ホームタウンはイギリス・ウェールズです。年齢は26歳。93年にプロデビュー、95年にイギリススーパーミドル級タイトルを取り、これを一度防衛した後、97年にクリス・ユーバンクに12回判定勝ちし、クーイの WBO 世界スーパーミドル級タイトルを獲得しました。今回が2度目の防衛戦となります。戦績は24戦全勝、24勝のうち22の KO 勝ちがあります。一方の挑戦者は16年間一度もダウン経験がありません、ベテランファン・カルロス・ヒメネスです。ホームタウンは南米パラグライのアスンシオン。年齢は37歳です。82年にプロデビュー、83年に南米ライトヘビー級タイトル、88年には WBC インターナショナルミドル級タイトルを取りました。そして92年、マウロ・ガルバノに持つ WBC 世界スーパーミドル級タイトルに挑戦しますが、12回判定負け。その9ヶ月後にクリス・ユーバンクの持つ WBO 世界スーパーミドル級タイトルに挑戦。これも12回判定負け。94年にはナイジェル・ベンの持つ WBC 世界スーパーミドル級タイトルに挑戦しますが、こちらは惜しくも12回判定負けに終わっています。今回4度目の世界戦に全てをかけて挑みます。戦績は59戦48勝8敗3引き分け、48勝のうち33の KO 勝ちがあります。全勝の若いチャンピオンにベテランが挑みます。はい、ということなんですけど、今挑戦者がパラグアイという、ね、そうです、解説がありましたけど、はい、ジョーさん、パラグアイのチャンピオンというのはかつていや出てないんですよ。だからこれパラグアイから初の世界チャンピオン出るとですね、日本における白井義雄さん的存在になりますね。アイオニアですね。はい、もう国に帰るとヒーローになりますね。なるほど。一言浜田さんにいただいてから参りましょう。どれが注目になりますか。チャンピオンの軽投げ相当の評判ですよね。はい、まあ本当に評判通りの選手なのかどうか、お手並み拝見。お手並み拝見。はい、じゃあ拝見いたしましょう。はい、ご覧いただきましょうか。4月25日です。イギリス・ウェールズカーディフアイスリンクで行われました一戦です。こちらはハイライトでお送りいたします。どうぞ。Ladies and gentlemen, this contest is conducted and sanctioned under the rules of the World Boxing Organization. President Francesco Valcas of Ohio in the USA, the British Boxing Board of Control Supervisor, Mr. Simon Block of London, the Steward in Charge, Lord Brooks of Tuamotu, and the timekeeper at the bell, Mr. Gordon Pape of Swansea. The judges at ringside, Mr. Larry Hazard Jr. of New Jersey, Mr. Roy Francis of London, and Mr. Mickey Van from Leeds. And the referee in charge of the action this evening, officiating in his 10th world title contest from Handen, Connecticut, Mr. Mike Ortega. My lords, ladies and gentlemen, live and exclusive across the Sky Sports Network from the National Ice Rink in Cardiff in Wales, it's big fight time! Introducing the boxers, and firstly, fighting out of the red corner, he comes from Paraguay in South America and is wearing black trimmed with red. He weighed in at 11 stone, 12 and a half pounds. That's 166 and a half pounds. And from a 59-fight professional record, he has 48 wins, 33 wins by way of KO, with 8 losses and 3 draws. This is his 4th world title challenge this evening, and he comes to the ring, the former South American champion and the official WBO ranked number one challenger for the title. Please welcome Juan Carlos Jimenez. 挑戦者ランキング1位です。ファン・カルロス・ヒメネス。And ladies and gentlemen, across the ring in the blue corner, wearing the all-black trunks, he comes from Newbridge in Gwent in South Wales. He also weighed in at 11 stone, 12 and a half pounds, 166 and a half pounds.
He is unquestionably the hardest hitting super middleweight of today, holding a perfect record in his 24 fight career with 22 magnificent wins coming by way of the big KO. He's a former four times ABA champion and the former undefeated British super middleweight champion. And tonight he is making his second defense of his title, presenting the WBO super middleweight champion of the world, Joe Calzaghe. チャンピオンのジョー・カルザゲ、24戦全勝、22 KO 勝ちです。2度目の防衛戦になります。 WBO 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ。さあ両者が顔を合わせます。英国は上、本当にボクシングの天才少年ですよね、はい、9歳からボクシング始めてですね、まあもうジュニア選手権からずっともう取れるタイトル全部取っていってですね、今アマチュアから数えてですね、その約80連勝ですね。ああそうですか。まあプロではこれが25戦目になるんですけれど、はい、全英アマチュアタイトルこれ4度取ってるんですね。ボクシングの申し子、そんなような感じですね。ジョー・カルザゲ、さあこのタイトルマッチ防衛戦はどういう試合になるようになりますでしょうか。ナンバーワンコンテンダーファン・カルロス・ヒメネス、今ゴングが鳴りました。サウスポースタイルがチャンピオンです。ジョー・カルザゲ、右の選手です。赤のサイドラインが入っているトランクスを履いているのが挑戦者ヒメネス。なおこの試合はハイライトでお送りしてまいります。インサイド右を出していきました。ジョー・カルザゲ、カルザゲやっぱり打たれてないような顔してますね、はいはい、それだけが優勝でここまで登ってこれるんだと思いますよね。そうでしょうね。手をつけていきます。チャンピオン、プロフィールにもありましたようにクリス・ユーバンクに12ラウンド判定勝ちで空位でした。このタイトルを手に入れました。それから初防衛戦は今年の1月24日フランコ・ソボットを3ラウンド TKO に下しています。これもウェールズで行われた試合です。右つきました、左を出しました。左を細かく使いました。ボディブロー、まあ、これまで24戦全勝22 KO なんですけどね、はい、このレコードほどはですね、一発のパンチは感じられないんですけど、ともかく手が速くてですね、ええ、強弱のつけ方うまいですね。ボディブローです。左パン、右を今度はダブルで使いました。いろいろな使い方をします。左、おーっとボディブロー2つ、左に吹くダブル、右を返していきます。浜さん、ハンドスリードありますね、はい。この選手はですね、まだ1ラウンド途中なんですけど、当てる技術はいいものを持ってますね。さすがアマチュアでね、素晴らしい先生を持ってるだけありますね。フォームスタイルがいいですよ、はい、ただやっぱり一発パンチは、まあ、ノックアウト KO 率ほどではという感じをまだするんですね。なるほど、はい、ここまでは非常にスマートな立ち上がりを見せています。スマートな基本通りで、そうですね、ボディブロー、本当に完璧に基本をマスターしている状態ですね、はい、24戦全勝、倒せなかったのは2つだけ、 22KO 勝ち。おっと、このコンビネーションで倒していくんでしょうか。まだ挑戦者の方は手を返してませんよね、これ、まあ、このボディブローは後から効いてくるにしても一発で倒れるボディブローではないですね、まだ。縮まってしまいました。これは両者を離します。レフェリーはこれが10回目の世界タイトル戦になります。マイケル・オルテガレフェリーです。ここで第1ラウンド終了しました。ポイントは10対9カルザゲですね、はい、チャンピオンがまず第1ラウンドを制しました、まあ、いつものように採点基準なんですけど、まず有効なクリーンヒット、これが第一ですね。そして構成、防御技術、リングジェネラルチップ、これはペース支配のことですね、はい、ダウンが1度あると10対8、ダウン2度あると10対7、
WBO 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、チャンピオンカルザゲの2度目の防衛戦をご覧いただいています。この判定勝ちでこのタイトルを手に入れましたチャンピオンのジョー・カルザゲ、もともとはチャンピオンのスティーブ・コリンズにカルザゲが挑む形で試合が行われるはずだったんですが、チャンピオンが足を負傷しまして、コリンズにドクターストップがかかりました。で、代役に立ったのはクリス・ユーバンク、元チャンピオンであります。しかしこの試合の10日前に急遽暫定王座決定戦というタイトルになりました。しかしまだ話は続きまして、翌日意気消沈したチャンピオンのコリンズがですね、引退を表明してしまいまして、それに伴って世紀の王座決定戦となったいきさつがあります。その世紀の王座決定戦にクリス・ユーバンクに判定が挑戦しまして、現在のタイトルがあるわけです。ジョー・カルザゲ、まあ、コリンズとやったら面白かったでしょうね。そうでしょうね。荒っぽいコリンズとスマートなカルザゲですね。はい、じゃあ出していきます。見渡します。まあ、いろいろ噂があるんですよ、スティーブ・コリンズの引退には。ほうほう。まあ、カルザギンのパンチが怖かったという説もありますし、はいはい、まあ、本人はですね、まあ、自分はロイ・ジョーンズと戦いたかったのにそのチャンスがないと、だからもう私は嫌になって戦いやめると。まあ、ともかくですね、スティーブ・コリンズも人気あったんですけどね。そうですよね。クリス・ユーバンクを破ってこれ新しいスターがその誕生しましたよね。その後やっぱりリングからは影を潜めてしまった。戦ってないわけですね。コリンズはもう引退ですね。ああ、そうですか。非常に面白いチャンピオンだっただけにちょっと残念ですね。あと右を出していきます。今なんかもですね、アマチュアで長いんですけど、結構アマチュアの試合ではポイントになるんですね。バリバロです。挑戦者のヒメネスの方ですが、まだそれほど何かやったという感じの戦いっぷりではないですね。一応相手のパンチ力を確かめながら、自分の距離まで待っているという状態でしょうね。ベテランです。37歳です。ランキングは1位。これがちょうど60戦目になります。年齢差で言いますと11歳の開きがあります。まあ、これが4度目のですね、はい、世界大会挑戦ですからね。まあ、ダウンの経験がない、はい、でこれまでの3度の世界タイトルマッチ全てその強打者相手にですね、まあ、マウロ・バルボナは別にしましてね、はい、まあ、クリス・ユーバンク、ナイジェル・ベインに対しても判定まで生き延びてる、ヒメネスは闘志を胸にヒメネスですね。はい、はい、第2ラウンド、その闘志を入れましたよ。おっと、左クロス、左インサイドから出てきました。手数では圧倒的にここまではチャンピオンのジョー・カルザゲが勝っています。これが4度目の世界挑戦。挑戦者はおよそ7ヶ月ぶりの試合になります。前回の試合が9月17日に行われました。これは勝利しています。ゴンが鳴っています。第2ラウンド終了です。まあ、有効なクリーンヒットは、まあ、はるかにカルザゲのチャンピオンの方が多いですね。手数が違います。はい、チャンピオンジョー・カルザゲ、前回の試合が1月24日ブランコソボット戦、これは3ラウンド TKO で出しました。以来ですからちょうど3ヶ月ぶりの試合ということになります。身長は182センチあります。リーチが191センチジョー・カルザゲ、サウスポーなんですが、浜さん、先ほどちょっとおっしゃってましたけども、はい、サウスポーとしては、まあ、アマチュアであれだけ実績を誇りました。上手い選手と言ってもいいでしょうね。テクニシャンですね。それでポイントの取り方もうまいですね。そして今度はですね、ヒメネスみたいにブロックを固めてる選手をどう打ち崩せるかでしょうね。まあ、そういった面ではヒメネスは結構考えたボクシングやってますよ。はい、カルザゲのパンチをブロックしておいてですね、はい、射程距離まで来るまで待っておいて、そして射程距離来たら一発のどっちかというとアウチ気味に狙ってますからね。はい、第3ラウンドに入りました。ヒメネスは前回9月17日、もう昨年になるんですが、ハビエル・ロペスという選手、これはパラグアイで戦ったんですが、2ラウンドノックアウト勝ちを収めています。おー、ノーガードです、ノーガードです、チャンピオン。ハメドのちょっと真似しましたね。だいぶこの辺にも影響が出ているようです。しかしこの選手はそういったちょっとタイプではなさそうです。すぐやめています。
チャンピオンのジョー・カルダゲ、まあ、22ケオのうちのですね10試合1ラウンドケオですから ね半分弱がですね1回ね、あとまたハンドスピードを使います。ちょっと今あのオープンブローがありましたね、はい、左抱えて右を返していきます。37歳の挑戦者、これまでまあプロのキャリア16年ですが、これがちょうど60回目、一度も倒されたことはありません。右回だり頑丈そうな三河にそういう話を聞きますと、体をしているなという感じがします。で、ファン・カルロス・ヒメネス、また右から組み立てていきます。相手がこういうディフェンスって言いますかね、はい、まあ、防御志向で戦ってくるとですね、なかなかそのいいパンチ当てにくいものなんですね。よっと、また出しします。コーナーです。ヒメネスが一発返しましたが、これは当たっていません。打ち下ろし。なかなか決定打が打ち込みません。チャンピオンのジョー・カルザゲ。まあ、カルザゲ一ラウンドの KO は多いんですけど、どっちかというとタイミングを重視する選手でしょうね。相手の力を利用したの数が多いんじゃないですかね。はい、パンチ入れてですね、強弱でもですね、あのその中の強いパンチは確かにいいパンチ入れますね、ええ、その後連打で追い上げますからね。これゴングです。第3ラウンド終了しました。このラウンドも10対9ですね。チャンピオンカルザゲのラウンドです、はい、ヒメネスコーナーです。ご覧のような会場で行われています。カーディフのアイスリンクで行われています。まあ、当然この床を剥がしますと下にはおそらく氷があるのではないでしょうか。まあ、ジッターしてもしかしたらないかもしれませんが、ジョー・カルデゲ対ファン・カルロス・ヒメネス、 WBO の世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、英国はウェールズで行われています。チャンピオンがこれが2度目の防衛戦、そして挑戦者にとりましては4度目の世界挑戦となります。父親がですね、元ボクサーで息子にボクシングマニアで、息子を9歳からボクシングを教えてですね、それで、まあ、ボーイズタイトルといいますか、もう少年選手権ですね、ええ、それを総なめにしたらしいですね。それで体が大きくなってきて、そして全英タイトルですね、アマチュアで、そしてプロへ転向してきたんですね。まあ、ボクシングは早い時期からボクシングは、おお、右から左、ああいったタイミングいいものを持ってますね。狙っています、で狙っています。試合は第7ラウンドまで来ています。 WBO 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、まあ、クリス・ユーバンクと戦った時2度ダウンをさせたと思いますけどね、最終1ラウンドを始まった早々出しました。これも、まあ、浜田さん言われるタイミングのいいパンチですね。またパッチを集めます。大振りをしていきます。ヒメネス当たりません。アナイの連打左、ちょっとオープン気味か、左が時々、うん、変なちょっとあのオープンブローグローブの内側で打ちますね、これが詰まりました。相手のパンチはことごとく対応します。両さんもう7ラウンドまで来てますけども、4、5、6ラウンドというのはやっぱりこのペースで続いてきたわけですね。そうですね、やはりあのカルタゲのですねスピードとコンビネーションがですねヒメネスを圧倒してますね。はい、ナイスで、ナイスで、いいボールボローです。ヒメネスがいいパンチを打ち返すことができません。カルタゲのパンチが速いんで、それで打つタイミングをつかめないところもあるんですね。ヒメネスはブロックも打たしといてどこかで打ち込もうとしてますけど、相手のパンチが速い分なかなか入り込めないという状態なんですね。
近代ボクシング発祥の地、もうすでに小泉さん100年超えてるわけですよね。まあ、そうですね、随分な気にわたるキャリアの歴史が見飾ってきています。 WBO 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、ここイギリス英国で争われています。まあ、17世紀にですね、あのボクシングイギリスで復興しましてね、はい、まあ、ところがですね19世紀ですね、はい、ここでですねイギリスでボクシング廃止論が起こったんですね。でベアナックル そのイギリスのチャンピオンたちが結局新天地アメリカに行ったんですよね、はいはい、だからアメリカがボクシング その、まあ、メッカになりだしたわけですよね。なるほどね。おっと左ショートの左パンチが入りました。当てる技術は一流のも持ってますよ、はい、あっとここで連打されます。ゴングです、ゴングです。第7ラウンド終了しました。このラウンドはいかがですか、小泉さん。このラウンドも、まあ、まあ、ボクシングがメッカがアメリカに移ってしまいまして、しばらく勢いがなかったんですけれども、この WBO というタイトル、イギリスに何か集中し始めてますよね。これは何か関係があるんですか。そうなんですね。あのフランク・ウォーレンプロモーター、まあ、これはもうイギリスナンバーワンのプロモーターですけれども、まあ、あのフランク・ウォーレンプロモーターの傘下の選手をですね、はい、WBO の空位のタイトルマッチとかですね、そういうのにどんどんぶつけてですね、WBO のチャンピオンをだいぶその持ってますね。聞くところによるとその英国、まあ、グレートブリテンではその WBO のステータスが割と高いんだということらしいですね。まあ、それその地位を上げたのは、まあ、フランクハメドであり、あそうですね、レノックス・ルイス、はい、まあ、最近のチャンピオンなわけですね。左を出しました。ラウンドは第8ラウンドに来ています。 WBO 世界スーパーミドル級のタイトルマッチです。おっと左一発打ち返します。これが当たりません。姫です。まあ、このクラスではクリス・ユーバンクがチャンピオンでいた時代が長かったんですけどね。あ、はい、まあ、その後を継いだですね、このカルザゲですね、はい、彼はその、まあ、変則的な選手、オーソドックスな選手ですね。まあ、今売り出している選手、まあ、ユーバンクもそうですけども、比べたらちょっとおとなしいような感じがありますよね。まあ、ユーバンクの場合はもう本当にショーマンですからね、まあ、得意な選手ですからね。まあ、体の成績から見ると、まあ、おとなしいわけないでしょうけどね、はい、まあ、ボクシング自体はもう正攻法ですね。正攻法でそれで当てる技術は抜群のものを持っていて、そこに力がもっとあればという、まあ、そういった欲が出ますけどね。今のタイミングと肩前ですよ、はい、だから そこでそれが当たったら倒れるとかいうのがあるとまた違うでしょうね。まあ、相手のヒメネスがタフだということも実際にありますけどね、はい、右のストレートをボディに持っていきます。ポイントではもう圧倒的に勝っているチャンピオンのジョー・カルダゲ。前ラウンドカルダゲが取ってますね。アンカルロス・ヒメネス、もうこの辺まで来ますと倒すしかないでしょう。その辺までは多分ポイント的には追い込まれていると思われます。右パンチ、その打ち込んでですね、ダウン取りたいでしょうね。そこで追い上げてフィニッシュに結びつけたいところですね。なんとかパラグアイの白井義雄さんになりたいところなんですが、アンカルロス・ヒメネス、ここまでは圧倒されています。ヒメネスは一発狙ってますが、狙いとしては悪くはないんですけど、ええ、ヒメネスバテてきましたね。お、あ、そうですか、はい、入ってきたところと左ストレート、一発一発のパンチが流れてきたんですね。なるほど、だからな、まあ、流すぐらい重き打つの悪くはないんですが、空振りした場合ですよね、戻るかもしれないですよね、はい、押されっぱなしを第8ラウンド終了しました。いかがでしょう。このラウンドも10対9カルザリのポイントですね、はい、有効なクリフトははるかに多かったですね。
浜田さんもここまではちょっとヒメネスにはご覧いただいたラウンドは与えようがない感じがありますね。まあそうですね、もうガードの上からでも打ち込まれてますからね、私もフルラウンドフルポイントですね。ここまで見てどうですか、そのジョー・カルザケに一発で倒すパンチ力というのはありそうですか。ですね、私は相手の力を利用する方じゃないかなと思うんですね。まあ、ヒメネスが、ね、タフだということもあります。それと例えばディフェンスの上を今速いパンチで打ってるんですね、はい、そこを相手が打ち返すところをカウンターしたりするんじゃないかと思いますけどね。ただそれからするともう10回ノックアウトのうちの10回が一段のノックアウトですからね、一段のノックアウトっていうのはやっぱりパンチなければなかなかできないことですから、そういった面ではどう、まあ、一発でブロックの中をぶち抜いたのかなというふうに思いますけど、今見てみるとそういった感じは受けないですけどね。WBO 世界スーパーミドル級のタイトルマッチです。第9ラウンドに入りました。やはり武器はですね、速いワンツーですね、はい、サウスポーの。これはですね、もし倒すとするとですね、このパラグアイのヒメネスはですね、右ストレートから打ってきてますよね、右ストレート打ってきた時に右フック合わせるんですよね、はいはい、相手のガードを左の手下がってますから、ね、あそれするとダウン取れますけどね。ヒメネスはですね、もうカルザゲの左ストレートを出るタイミング角度に慣れてますから、ちょっとヘッドスリップしたりウィービングしたりですね、パンチ避けますね、でコーナーロープに詰めるとですね、もう貝のように体丸めてしまうから、それ以上フォローアップできないんですね、おっと右カウンター狙ったんですが、まあ、ヒメネスは、まあ、だんだんそういった一発狙いになってきましたね、そうですね、カルザゲのパンチが速いから連打じゃちょっとスピード負けするんで、はい、それで一発狙いっていうのも悪くはないんですけど、バテてきましたね。今なんか打たれてからの、おっとっと、ちょっと危ない体勢になりました。まあ、ああいったところをノーガード打たれているんですよね、そこでやっぱり、まあ、ヒメネスのタフなこともあるでしょうけど、本当に言って倒れるようなパンチではないです ね、 そうですね、この辺でも倒れません。ボディブロー2つ、そして顔面に持っていきます。左がちょっとなんか特徴的な当たり方をします。オープンブローですね、オープンブローに近い、そういうパンチもありますよね、確かにね。ちょっとナックルって言いますか、パンチの当て方が雑ですね、はい、まあ、パンチのコンビネーションの回転の速さは認めますけどね、これもきちっと当たってないようなところがあります。しかし試合全体はこのチャンピオンジョー・カルザゲ押しています。大きなパンチが来ますとこのように払い落とします。インサイド入ってきました。と危ない一発が飛んできます。第9ラウンドも残り20秒まもなく切ります。コーナーに入ったままとあくまでも一発狙い、今度は左に返しました。ファンカルロス・ヒメネス、ランキング1位の指名試合なんですけれども、ここまでは恐れっぱなし。この辺りを見ていますと練習のようにパンチを当てられてしまいます。当てる技術はいいもの持ってますよ、と一発簡単狙ったんですがダメです。だいぶ顔も腫れ上がってきましたファンカルロス・ヒメネス。 WBO 世界スーパーミドル級のタイトルマッチは第9ラウンドまで来ました。ポイントはやはり10対9ですね。カルザゲのポイントです。カルザゲはここまではポイントでかなり上回っていると思われます。英国はウェールズカーディフで、あっと、あ、これは試合終了です。試合放棄でしょう ね、 諦めました、ギブアップしました。ファンカルロス・ヒメネス試合放棄、もうこの時点で放棄いたしました。もうこれ以上いくらやってもまあしょうがないということなんでしょうか。ヒメネスからすると勝てるイメージが湧かなかったんでしょうね、すると自分もバテてきたし一発で倒せる力が残ってないと判断したのでしょうか ね、 そうですね、あるいはどこかを故障したか、まあそんなイジラムにしましても、第9ラウンド終了した時点で、試合は終了しています。まあ、これでパラグアイ初の世界王者は誕生しなかったということになります。
WBO 世界スーパーミドル級のタイトルマッチはジョー・カルザゲが2度目の防衛、タイトル防衛に成功です。それでは試合結果を確認してみましょう。この試合ジョー・カルザゲの9回終了 TKO 勝ちです。この試合によりましてジョー・カルザゲの新戦績25戦全勝と全勝記録を伸ばしました。